久能誠一は、日本の日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍中将。東京出身。久能半次郎の長男として生まれる。名古屋陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1905年11月、陸軍士官学校を卒業。翌年6月、騎兵上位に任官式兵第一連隊付となる。1914年11月。 陸軍大学校を優等で卒業した。陸軍省軍務局付、勤務、伏見宮さなる新郎副官などを経て、フランス駐在となり、1818 18年11月から1年間、ルーマニアのフランス軍に従軍した。陸軍技術本部付、陸大教官、参謀本部員などを歴任し、1923年7月、陸省秘書官となり山梨半蔵大臣に仕えた。 朝鮮総督秘書官、騎兵、第28連隊長、陸大教官、陸軍騎兵学校教官、第8師団参謀長などを歴任した。1934年11月22日発表の論考交渉において、高四級、訓三等局日中受賞、第8師団司令部参謀長、騎兵大佐として掲載され、新聞各社の号外等により報道された。 1935年3月、陸軍少将に進級。騎兵学校幹事、騎兵第四旅団長、朝鮮軍参謀長などを務める。1938年3月、陸軍中将となり、以後、軍馬補充部本部長、第18師団長、第22軍司令官、参謀本部付などを歴任。1941年1月、予備役に編入された。 藤本直則、第8師団に輝く、交渉1面及び2面、ありがとうございます。